突然付き合わせてすまない。キデには改めて直接礼を言っておきたくてな。これは私からのほんの気持ちだ。私の手持ちの品の中でキデにも似合いそうなものを選んでみた。必要なければ島を脱出してから売ってくれても構わない。突然だが、貴殿はロマン帝国のことをどう思う？そうだな。金や権威を持たない人間にはなおさらだ。ロムンは侵略戦争によって年々その半島を広げているが、実際のところその征服欲はとどまることを知らぬのが現状だ。アドル、ここだけの話なのだが、ロムン軍内部には貴殿の行動に目をつけ始めた輩がいるようだ。セルセタの一件でもそうだったが、これからも迷惑をかけるやもしれん。くれぐれも注意してくれ。感謝するのはこちらの方だ。貴殿を見ているといつも勇気づけられる。礼を言うつもりが逆に私の方が励まされてしまったようだ。レオにも言われているが、私も本国における身の処し方を考えねばな。ともあれ、脱出しなければ何も始まらん。どうか最後までよろしく頼むぞ。
ここは滑りやすくなっております。お足元にお気をつけください。ありがとう、ラステル。王都周辺がこれほどの霊気に包まれているなんて。はい。留守にしていた3ヶ月で一段と寒冷化が進んだようですね。この様子だとここもじきに王宮に避難しているみんなが無事だといいのですが。そうですね。先を急ぎましょう。今のはどうされました？いえ、誰かに見られているような気配がしたのですが。気配が吹雪にかき消されてしまいましたね。面目次第もありません。ううん、気にしないでください。こういうところは本当にドランそっくりだな。それにしてもあの気配どこかで。それにしても冷えますね。リホーグに守られているとはいえこの霊気はお体に触ります。とにかく王宮へ、オルガ様のところへ参りましょう。ええ。このままだとやっぱり。Thank you.
ですが保管庫の食料もそう多くはありませんぞ。かつて女王の指示で蓄えたものも底をつきそうです。このままでは無事に冬を越せるかどうか。そもそもこの冬に終わりなダーナ様も最近はもう予知ができないと聞きました。噂通り力を失っているのなら私は彼女を指導者としては。おい、ダーナ様は体を張って北方の視察へ向かったのだ。たとえ力を失ったとしても立派なお人に違いないだろうが。そういうことではなく、私は。お主らやめぬか。我々が争って何になる。食料のことだが、寺院で収穫したバレー書を地下に保存してある。後ほど動ける者に声をかけてここへ運び入れるとしよう。おお、なんと、さすがはオルガ殿ですな。早速手配いたしましょう。それと外区に残っている市民がどうしているか心配だ。もう一度見回ってここへ避難するよう呼びかけてほしい。そうでしたな。この様子では次